僕の趣味はバイクなんですけど、僕の友達で A 君とよくツーリングに行くんですよ。その A 君とツーリングをするとき、事前に決めなくて、その当日にどこに行くっていうような話をして決めるんです。その日も A 君から今日どうするなんて聞かれて、僕はこんな提案をしました。心霊スポットツーリングしよう。何それ。まあ心霊スポットは夜行くと怖いでしょ。だけど昼から行く分には逆に楽しいと思うんだよね。なるほどね。ということで心霊スポットツーリングに行くことにしました。東京で有名なロープウェイ、廃墟、トンネル、この3つに行きました。3つ目のトンネル、周りを追って時間を見ると16時を回ってたんです。もうそろそろいい時間だから帰ろうか。うん、帰ろう。帰り道バイクで走ってた時、ミラー越しにパトカーがいたんです。あ、パトカーがついてきてるな、なんだろう。そんなに気にしなくて走ってたんですけど、マイクでなんか言ってるんですよ。よくそれを聞くと、はい、前のバイク2台止まりなさい、止まれ、止まれって言ってんだろって言うんです。いや、スピードも出してないし何も違反してないからなんだろうなって思って脇に止めたんです。するとパトカーからすごい剣幕で警官が僕らに来たんです。おい、なんで止まんねえんだよ、さっきから言ってんだろ、素直に止まれよ。するとその警官、僕じゃなくて A 君のバイクをずっと見るんです。あれ、おかしいな、あれ、僕がどうしましたかって言うと、警官があと一人いんだろ、どこ行った、あと一人いたよな。いや、いや、僕ら二人でツーリングしてたんで、いや、もう一人とか知らないですよ、怖いこと言わないでくださいよ。するとその警官こんなことを言いました。お前らさ、今までどこ行ってた。心霊スポット回ってたんですよ。お前らさ、その君のバイクお祓いに行った方がいいかもよ。え、パトカーで見えたんだよ、お前のバイク前輪と後輪間に挟まってくの字で女が引きずられてたんだよ。気をつけろって言われたんです。怖くなって急いで空いてる神社を探したんです。だけどその時間帯空いてる神社どこにもなくて、次の日神社に行ってお祓いをしました。あ、これでもう安心だ、何にもないだろうなんて思ってたんです。その1週間後 A 君から僕に電話がありました。あ、もしもし、どうしたの。え、バイク売った、なんで。話によるとお祓いをしてから1週間、その1週間のうちに3回経過に呼び止められたそうです。理由は
引きずってるでした。怖くなった A 君はそのバイクを売ったそうです。それから新しいバイクに乗り換えて何も捕まることはそれからなかったそうです。今そのバイクはどうなってるのかは分かりませんが、後日こんなことを聞いたんです。僕らがいた心霊スポットのトンネル、昔あそこで女性が車にはねられ死亡した事故があったそうです。もしかすると A 君に乗り移ったその霊、そのトンネルで引かれた女性だったのかもしれません。